それね、あのね、うまい、もう欲しい、本当に。でもこれ、酒と一緒に飲みたいな、うん、あ、うまい、うまいね、うん、何やこれ、ゆず味噌すごい美味しい。ガマスラブ入門コースということです。これは夏はできない贅沢な練習ということです。登る機会です。でこれセルフビレー、自分が常にこの2つで常に岩に自分がくっついてるような感じで、はい、これは使わないと。もうちょっときつく締めないとダメですね。あ、はい、これが腰の上に持ってってよし、もっとこれがもうちょっと締めない、このぐらいまで締めてください。ちょっと絵的に綺麗だ。すごい綺麗ですね。よしじゃあやってる感じです。よいしょ。今度こっち側にぶら下がりますから。エベレスト以外の山もこういうフィックスロープなんですか？カムステンツは全部フィックス。ちょっと完璧です。いやもう役に立ってますよ。マッキニーとかは違うんですか？マッキニーはもうほとんど歩きです。ああ、はい、アコンカグアもこういうのはなし。アコンカグアはないです。ああ、そうやって降りるんですか？もうそういうの早いんで、書き換えてるのはめんどくさいんで。やっぱ慣れるな、まあ、基本をやっといて。じゃあ酸素が少ないとこれがもう全然同じことでも、そうですね、全然違うんで、やっぱり無意識でできるようになった。今日は一日フィックスロープの練習をしました。これですね、このユマールとこれなんていうのかな、すごいですね、この木の、あとこのカラビナ君たちですね、ものすごくこんなシンプルな作りですごいんですね、これ。このロープが命を救ってくれるということです。おお、うちの娘が描いてくれたメロンパンナちゃんです。テオ、ベルギーのテオの娘さんが作ってるカブリオです。このメガネめちゃめちゃいいです。もうこういう雪まみれでも何のその雪まみれも何のその、暑いとこ寒いとこ全く問題なしです。こんな感じですね、かけるとこんな感じ、めちゃめちゃいいメガネです。綺麗な雪山です。はい、坂森です。夜、すごいパウダー、すごいココナッツの匂いです。すごいね、やっぱり食は大切ですね。炎は青が正常、赤になると一酸化炭素中毒の可能性あり、開けた方がいいんだ。すごい匂い。すごい、すごく綺麗だ。